穴蔵ですえー、本日は体調がねうーん昼間ぐらいまではまあまあだったですかねんで運動したりしてうんちょっとね基本やっぱり暑いんでうんちょっといまいちになってきて。 えと午後2時か3時かな、えー、と4分の1追加しましてね早々やそしてやっぱり、うん、体のが楽になりますね、うん、やっぱり高温に弱いですね、まあ、急にまた暑くなったんでねで、まあ昨日もそうですけど湿度が 雨降ってたんで高かったり今日も雨上がりまだ地面が濡れてたり、まあ、土,土のところですねそういうところからやっぱり気温が高いと蒸発しますんでムシムシって感じですよねうん,んでまあ薬たった4分の1でやっぱり楽になりますねそれって あのー、今日のパターンだとどうですかねまた夕方か夜また4分の1足すかもしれないですねまあその辺はそうすると1畳と4分の1ぐらいですか、うん、まあ、それでもまあいいんじゃないですかちょっと慣れるまで様子見ってことで昨日もね昼間は昨日雨で家にいたんですけど昼間夕方ぐらいまではまあそんな 体調悪くなかったんですけど、まあ、夜はね悪くないんですけどうんえらい悪くないんですけどちょっとねいまいちになってきて、まあ、離脱っていうよりやっぱりこの湿度とか気候の関係かなと思いますねまあそんなことで昨日も一條行きましたけどうんどうですかね6月はまた湿気の多い季節なんでうん このままキープで一、うん、日一乗からんうん朝の常用が四分の三でプラスやっぱり四分の一プラスしてったり四分の二半乗プラスしてったりっていうことが続くかなとちょっと思いますねちょっとねあのやっぱり気候が湿度がねあるっつのも 大きいかなそれで気温が上がってくるからでやっぱりね無理しないで、えー、QOL そっちの方が大事なんで、うん、まあそんなとこですかねまあ薬に例えばこれ大学、まあ、前回もそうだったですかね、まあ、ずっと思ってることがありますけど例えばこれ一生、うん、飲んだりする人もいたりするわけじゃないですか。 うん、それ考えると、うんま、QOL を強引に落としてまでうん減薬していくっていうのはちょっとねあ論外だと思いますんで、うん、無理しないでってとこ,ところですよねだってまあぶっちゃけ今ある人生が大事ででねそこうんそこそこ。 薬飲み,飲みながらでもあの生きていかないとうん、まあ、ぶっちゃけね例えば1年後がんでも何でもかかって死ぬかもしれないじゃないですかだからもううんもう遠いような未来より未来もちろん大事ですけど、うん、やっぱりね日々っていうか近々の生活をね あの質をね落としちゃ元もともともないんでその辺はね考えていかないと。でやっぱりえなんて言いますかねたったまあ一畳ですけどうん前回減薬してったのがうんまだ寒い時期1月頃からなんですよね。で 春頃にででできたとそれで2ヶ月ですねもっと厳密に言えば多分その時、えー、とコンスタン一1畳半ぐらいのアベレージでしたかなそうするとうんその前年の暮れあたりから減らしてるかもしれないですねじゃないとちょっと早すぎるんで。 だってあのメーラックスは自分は本当23年かけてあのコンスタン,トコン,スタントの方に移行しましたから、まあ、コンスタンっていうあのベンゾ系の薬があったことは、まあ、単純にメーラックスの原薬っていうことを考えるとうんまあ薬から薬だからまたねちょっと話は違うかもしれないですけど、まあ、かといってねあの コンスタンがその前えらい飲んでたわけじゃないですから、うん、まあそんなところですかねやっぱりね今日なんかねえっ、ー、と暑いですんで暑いですけどまあ昨日なんか一,一日中家にいましたけどまあちょっと夜出たんですけどやっぱり家にいるより外に。 まあ、た,とえたとえ暑くてもこういう日陰、まあ、真夏はねまた別にして、うん、家にいるよりいいなと思いますね。でまたあの、うん、園児とか、うん、児童がもう結構出てますんでまあ街の雰囲気なんか結構ねあの普通に戻ってますね。 まあね、まあ、そんなところですよちょっとね今人が通ったんで話が飛んじゃいましたねうんやっぱりねあの雨で家にいたとしても まあ家に屋内にいるのはしょうがないっちゃしょうがないけど雨だからまあそれでもこれから夏にかけてそういう機会が真っ昼間家にいることが多くなると思うんですけど、うん、やっぱり自分はちょっと園芸療法じゃないけど土いじりしたり、うん、DIY えっとなんかものづくり家の中じゃなくて。 家の先、前とかそういうところで外の空気を吸うってうことはしたいと思いますね。今家の前だったら暑くてもね対大してあれでしょう大丈夫でしょうこれから夏に向けてね、まあ、ウォーキングもしなきゃいけないけどうん。本当ね、今日街なんかは あのー、子供なんか結構ねもう出てて普通モードって感じですけど、まあ、中にはねあの店舗なんか見てると,、えー、とまだシャッター閉めてるとこやっぱ継続するのがどうのこういろいろあるような感じのお店もありますね。うん、だからまたね二つ目の波がおそらく来ると思いますけど社会のダメージっていうのは。 大変ですよね、うん。まあそんなことですかね。これねちょっと本当ね老眼だから困ったことにここの場所は本当ね涼しいですよ、うん。まあかといってね今日日向どうですかね。三十度はもちろん行ってないでしょ。二十七八区うんそのぐらいの気温があったかもしれないですね。 ただ運動してたんで余計、うん、熱く感じたし感じたっていうのもありますけど、うん、まあそんなことでまたねあのこれからまあ自分はいつもこれ撮っててもまたちょっと運動があるんですよ。まあ、最近ねあの 体重がねマックス値さらに更,に更新してましてねどうしようかなと思ってね、うん、本当ほんねこれじゃあ90いっちゃうなって感じで本当ねこのまあねちょっと腹が減るんですよねストレスかなと思いつつまあね運動が足んないのかまあ薬剤っていうこと薬っていうことを考えるとやっぱり 少量だから、まあ大したことないじゃないですか。まあ薬で太るっていうのはあると思いますけどね。あのやっぱりリアルでいろんな人見てて。あの薬一個飲んでる人はやっぱり太ってますよ。うん。まあ、そんなことですかね。うん、以上ですね。穴蔵でした。ありがとうございました。失礼いたします。